ハム、延長セース。ヤクルト日本ハム1回戦、日本ハムがヤクルトに5対4で勝利。ハム今シーズン最長試合更新、勝ったのでリバースと試合回避。新庄の神系統炸裂、サバライアンナイスピッチング。ハムさんよくこの展開で勝てたな。ヤクルト負けパターンに戻りそう。ボロ負けするより抵抗して負けた方が下からのダメージがガガ。約1点差ゲーム、4勝13敗、ひどい。日本ハム先発山崎 5.1 回2失点。サチヤ切れずいかなかったのかな。今日山崎ワーストピッチングちゃうか。まあ今までができすぎてたかもサチヤ。日本ハムリリーフ川野 0.2 回1失点。川野も調子落としてるな。川野最近ひどいな。川野調子取り戻してくれないと困るね。日本ハムリリーフ杉浦1回1失点。杉浦サーレントでないのに打たれるのよ。杉浦今日のピッチャーの中で一番いい投球してたのに。ああ杉浦だから知ってた。ちゃ知ってた。日本ハムザバラセーブ、ザバラナイスピッチング。ザバラよく耐えた。ザバラ楽しんでいただけたかな。ヤクルト先発松本3回3失点。松本デビュー戦あたりが今シーズンのピークか。松本はダメだってはっきり分かった試合だね。松本はストレートも変化球もいまいちやった。ヤクルトリリーフエスパーダ2回1失点。エスパの支給率高すぎよな。エスパーダより丸山の方がいいでしょ。エスパーダのカーブ何球もストライクだったろ。楽天リリーフ小沢1回1失点。小沢はどうしようもないわ。自滅とか一番ひどい。今日の小沢は擁護しようがない。日本ハム打撃成績、水谷先制ホームラン。水谷やっぱ力はすげえな。水谷はマジで救世主。マルティネスホームラン。丸お目覚め、丸休養して元気出たか。伏見タイムリー。強打者伏見。伏見って打席でもずっと喋ってるな。松本義比、松郷よすよす最低限。久々に松郷の芯に近い打球見た。ヤクルト打撃成績、山田タイムリー。山田上がってきてんやな。山田が6番でゴチゴチ打ってくれるなら助かる。西川支給打点。西川はこれができるんよ。西川最高の仕事したな。オスナタイムに。オスナナイスバッティング。オスナはだいぶ上向いてきたな。サンタナホームラン。サンタナのホームラン綺麗。サンタナはすごいわ。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。